日光連山は、主に、栃木県日光市に広がる山海である。南泰山、女宝山をはじめ、大真名子山、小真名子山、赤賀木山、大尺山、太郎山、根名草山等の山々からなり、最高地点は、関東以北の最高地点でもある奥日光の、奥白根である。関東地方北部に堂々とした山陽を表す、南泰山、女宝山、大真名子山、 小名校山などは特に日光氷連山と呼ばれる。宇都宮市から見た南台山と奥白根手前の山並みは小菓山日光連山は南台山や女宝山をはじめ2300メートルから2500メートル級の山々からなる東日本有数の山海であり、日光火山群に属し関東平野の北限を隠する山地の一つである。最高峰は 関東以北の最高地点である奥白根だが関東地方から望むと南泰山、女宝山、大学古山、小学後山の山陽が際立ち奥白根はその背後に連なる山並みの一点である日光周辺及び南泰山、女宝山、太郎山はかつて日光山あるいは日光三山,山と呼ばれ小道商人により解散されたと伝わる山岳宗教のメッカでもあった 日光連山を水源とする河川として、木の川支流の大谷川、田川などがある。日光連山のうち、日光市街地から奥日光線上ヶ原の間にあって、一大山海を形成する南大山、太郎山、大真名山、女宝山等の2300から2500メートル級の山々は広く、関東平野平地部から遠望できるほか、奥日光や奥絹の山々、 奥白根、全白根からも一体となった山陽として見えることから、これらの山々を指して、日光氷連山や、競技の日光連山と呼ぶことが多く、これらはまた競技の日光火山群に属している。氷日光連山の北西部には、戦場ヶ原を隔てて、奥日光の後方があり、栃木県と群馬県の県境をなすが、表、日光や足尾山地の山々に隠れてしまうため、広く、 関東平野から見えるのは、奥白根、全白根の山頂部のみであり、またこれら奥日光の山々は、白根火山群に属している。日光連山は、関東平野の北に位置し、東は、関東平野に接し、北は、絹川を境として、大石山地に接し、西は、片品川を境として、越後山脈に、南は、大谷川、中禅寺湖を境として、 足尾山地に接するが、中禅寺湖南岸の山々は、日光連山に含めることもある。なお、日光連山の南東側には、木の川と田川に挟まれて、支井富や連邦があり、これを経て、関東平野に続く、女宝山、南大山、大子山、小学山太郎山、中禅寺湖日光白根山、三竹戦国が、現日光連山の地形図名称のつけてある山は、すべて火山日光連山は、 日光火山群と総称され、第4期に火山活動を開始した第4期火山からなる。競技の日光火山群に属する南大山、女宝山、赤薙山は清掃火山であり、同じく大真子山、小真名子山、太郎山、三武、山王防子山、愚倉山などは溶岩延長級である。その地質は、南大山、女宝山、赤城山が玄武岩、安山岩、デサイト、 他の山々は、大マナコ、小マナコ溶岩やデーサイトからなる。一方、白根火山群に属する奥白根は、小型縦状火山及び溶岩延長級であり、その地質は安山岩である。山緑部の奥日光地区は、石英半岩や日岡半岩となっている。日光連山を代表する南大山、女宝山、太郎山等の2300メートル上級の山々は、 日光市街地異性、奥日光と奥絹を結ぶ奥絹林道山王島ゲ等に所在して、三階をなし、競技の日光連山を形成する日光の手法である。これらを特に日光氷連山と呼ぶこともある。共に2300メートル上級の山々からなる氷日光連山と栃木、群馬両県の県境をなす広報の間は、比較的なだらかな2000メートル級の峰々となっている。 栃木県と群馬県の県境付近には関東平野からその山頂部のみ市認される奥白根、全白根をはじめ2300メートル上級の広報が連なっている。日光連山は古代より山岳信仰の対象とされ、奈良時代後期には下約国国造家の後裔とされる下月野市の宇治寺、下月薬師寺の僧であった衝動商人が現日光を開いて、 仏教寺院を建立し、イライザスは、鎌倉時代に皇族が就任するまで、下月野氏の隕石者が務めたと言われる。鎌倉時代には、日光三山を掃じて、日光権限と呼ぶようになった。日光連山は、主言道の霊場としても知られ、古代より峰修行が行われたほか、山読の裏御滝や漢漫が淵などが行場とされた。現在も、各 山々六にはこれら山々を身体とする神社仏閣が林立するほか各山頂には数多くの祠が存在する2500メートルを超える山一座2400メートル級三座2300メートル級の山六座を要する東日本有数の山地であるありがとうございます